時刻は5時半を回りました。つながるラジオのお時間です。パーソナリティは松山秀和です。どうぞよろしくお願いいたします。この後6時まで約30分間のお時間ですね、ぜひ皆様最後までお付き合いいただければと思います。この番組はみんなとつながる広がるをテーマに青森県の津軽からお届けしてまいります。はい、ということで始まりましたつながるラジオ、今日は、第14回目7月の2日になりました。ということでですね、7月に入りましたね。半年終わりました。皆さんはどんな半年を今お迎えでしょうか。ね、あっという間ですね。でもなんか沖縄県は梅雨明けもしたということで、ね、夏真っ盛りといったところでしょうか。私たちの青森県はですね、まだ梅雨真っただ中というところにおりまして、ジメジメしてます。つい先日ですね、ずっと我が家ではですね、エアコンつけずにちょっとこう、まだいける、まだエアコン我慢できるっていうのもですね、やっぱ電気代も高くなっているわけですよ。なのでちょっとね、エアコン我慢比べみたいな状態がしばらく続いてたんですが、もう先日ちょっともう無理でしたね。もうリビングに行ったらついてました。もうね、やっぱり熱中症とかね、そういうことも考えたら、やっぱうまくね、エアコンも付き合っていかなきゃいけないですし、まあこれから夏迎えたらですね、もう毎日お世話になるもんなんで、まあ試運転がてらつけなきゃいけない時期にも来てましたからね。まあやっぱ一度ね、でもあの風に当たってしまうともうダメですよね。もう自動的に、リモコン、エアコンのリモコンのね、スイッチに手が伸びると、そういった状況になっております。はい、青森県もそんな状況ですけどね。はい、メッセージもね、募集しております。メールアドレスは797@fmginowan.com 797@fmginowan.com、すべて小文字になっております。またこの番組はですね、 YouTube でもネット配信しております。FM ギノワンの YouTube チャンネルのご登録もお待ちしております。まあ、YouTube でしたらね、リアルタイム関わらずいつでもご視聴できますんでね。はい、あとはリアルタイムではリスラジカ毎週のラジオ、アプリ使っていただければね、お聞きすることができますので、ぜひそちらもご利用になってみてください。で、私ラジオ、ね、始めて、まあ、今日で14回目っていうことなんですけど、もともと結構ラジオ聞く方なんですよ。いろんな全国各地でですね、ちょっと仕事をしていた経験がありましたもので、全国各地に好きな番組があってですね、まあ、FM ラジオではないんですが、AM ラジオで、ラジコっていうアプリもありますよね。ギノワンさんはラジコはちょっと聞けないですけど、ラジコっていうアプリを使うと、まあ、地方の AM 局、FM 局っていうのはですね、オンタイムもしくはタイムフリーみたいな感じですね、いつでも、ちょっと有料制にはなっちゃいますけど、まあ、聞くことができるアプリがあります。で、私住んでたところでですね、ほぼ毎日ぐらいで広島県の、まあ、ラジオを聞いたりしてるんですよ。で、やっぱ自分もこうやってラジオをやるようになったからなのかわからないですけどね、結構やっぱ気になるというか、あ、こういう風な感じでお話を運んでいるんだなとか、こういうふうな組み立てをしてるんだなとか、こういうふうな時間管理、これぐらいの秒数だとこれぐらいまだ喋れるんだなとかですね、なんかいろんなことをずっとこう感じながら聞くようになりました。やっぱりなんですかね、まあもう私なんか素人なんであれですけど、やっぱ、まあ、プロのパーソナリティってやっぱ上手いなってちょっとつくづく思いますね。なんかよどみなくというかですね、まあ、ちゃんと話もオチがあってですね、なんかすげえなーっていう風な、なんか毎日感心しきり、そんな感じなんですけど、
でも私ね、昔、今は聞いてないんですけど、昔はこう深夜ラジオもよく聞いてたんですよね。日本放送の「オールナイトニッポン」とかですね、あとは TBS ラジオの、なんだっけ、帯の名前忘れちゃったけど、伊集院光さんとかですね、あと、南海キャンディーズさんとかですね、なんかそういう深夜ラジオをよく聞いてたんですよ、爆笑問題さんとかね。で、オールナイトはナインティナインさんとか、あと福山雅治さんとかね、松村邦洋さんとかね、僕はそういう世代かな。あとは土曜日は松任谷由実さんとかだったかな。中島みゆきさんもやってたような気するけどね、なんかそんな感じで、こう、やっぱこう深夜ラジオとかも、よく聞いてたし、FM のね、ジェットストリームってね、今でもやってますけど、城達也さんの時代ですよね。今は誰がやってんだろう。伊武雅刀さんがやってんのかな。ちょっとわかんないけど、初代のね、城達也さんのね、ジェットストリームっていうね、渋い声ですね。やってるのが、とってもこう、響く。ああいうラジオにね、つながるラジオも、ちょっとしてみたい。多分できないけど 一回ぐらいね、なんかそのジェットストリーム的な感じでね、やってみたいなっていう願望もちょっとあったりなんかもします。でも自慢じゃないんですけど、結構言われることが多いことがあってですね、松山さんって声がいいですねと。今ちょっとすいません、かなり夜中に収録してるんで、ちょっと声バッサバサなってるんですけど、普段はね、もうちょっといい声で、こんな感じで喋ってるんですけど、でもなんかこういう声で、落ち着いたトーンで、一度ラジオをね、やってみたいなぁなんて、そんなことも思っています。っていうのをね、一回このラジオで やってみたいんですよ。だから、ちょっと準備が、準備っていうのは心の準備というか 勇気というか、そういうのがね、また湧いてきたら チャレンジしようかなというふうに思っております。楽しみにする人はいないと思いますけど、お楽しみに してくだされば嬉しいです。それでは今日もよろしくお願いいたします。この番組は青森県弘前市で創業46年、弘前アルミ証券の提供でお送りいたします。ガラスが割れてしまった。内窓をつけたい。玄関ドアをリフォームしたい。カーポートを設置したい。家の中に手すりをつけたい。お家のお困りごとは何でもお任せください。この道一筋の職人が皆様のお悩みに寄り添います。今なら窓のリノベーションが補助金を使ってできる可能性があります。詳しくは弘前アルミ証券ホームページ、Facebook ページからお問い合わせください。ということで、改めまして、つながるラジオをお届けしております。パーソナリティは松山英和です。よろしくお願いいたします。沖縄のラジオコミュニティ FM ではございますが、青森県の弘前市というところからですね、収録でお届けしております。なんかね、沖縄の皆さんとね、結構交流することが多くて、で楽しいんですよ。すごいなんか沖縄の方ってね、おおらかで、なんかね、すごいこういいっすね。やっぱこうちょっと土地土地によってね、県民ショーなんて番組があるぐらいですから、やっぱちょっとこう違うものがありますよね。青森県も結構おおらかですよ。おおらかなんですけど、やっぱこうあったかいとこのおおらかさと寒いとこのおおらかさってやっぱ違うような、そんな感じもねしますけどね。なんかこんな話ちょっと今しようと思ったわけじゃない、なんか思いつきで喋っちゃいましたけど、大体思いつきで喋ってます、これ。台本ないんで、ほとんど。 ね、本当にこのペライチ、私の今日何喋ろうかって、しかも2行しか書いてない こういったね、台本でやっておりますけれども、今日はですね、ちょっとお話ししようかなと思ってるが、動画の可能性について、
ちょっとね、お話ししていきたいなと、そんなことを思ってるわけです。皆さんもね、普段から動画、ね、携帯で手軽にちゃちゃっと撮る機会あるんじゃないかなというふうに思いますね。まあ、写真も撮るけど動画も撮る、そんな方、ほとんどの方そうなんじゃないでしょうかね。うん、で、私以前ですね、サラリーマンをやっている時に、実は YouTube、お仕事にしていた時があるんですよ。うん、だからこう撮影をしたりですね、まあ結構ちょっと本格的な YouTube チャンネルをやっておりましたので、本格的なってどんなだって感じですけど、まあ、ちゃんと台本があって、ちゃんとこう撮影のなんですかね、こうゲスト呼んだりとかね、なんかそういう本当に番組制作的な YouTube を実はやってたことがあります。うん、で、まあ、その時にね、いろいろ動画を学んだりもしたんですが、実はこうその前に TikTok を、やってた時期があってですね、まあ、それもまあ私自身がやってたというよりも仕事として TikTok をこう やる学んで、ちょっとこうみんなでやっていこうぜみたいな、だから自分自身も触って遊んでみるみたいなことをしてたことが、ね、あるんですよ。うん、だから、まあ、動画力みたいなことで言うと、なんだろうな、そんなそれでも長くないんですけど、まあ一応3年ぐらいかな。うん、ほとんどね、遊びでしかやってないですけど、ね、まあこのラジオのね、収録も実は動画で、撮っておりますが、まあこれも一つの遊びみたいなもんでですね、私はこの動画を編集するのがめんどくさい派なんで、OBS という配信アプリ、これ無料のアプリがあるんですけど、まあ、それでもう一発撮りでほぼ編集なしという形でですね、もう全部音とかも乗っけた状態でこのラジオを作っているんですが、まあ、どこもまあ動画制作の一つではあります。うん、で、まあ、そういった動画の可能性についてですね、今日はちょっとお話をしたいと思います。で、まあ、動画ですね、まあ、やっぱりこう YouTube とか、ね、TikTok とか、まあ、インスタとか聞くと、なんかちゃんとこう綺麗なものを作り上げなきゃいけないみたい なんかそんなイメージがね、ちょっとあると思うんですよ。うん、だからこういわゆる編集作業ですよね。うん、編集作業がめちゃくちゃめんどくさいよね、だから動画ってなんかちょっととっつきにくいよねっていうですね、なんかそういう方多いんじゃないでしょうか。うん、まあ、各有私もその一人でしてですね、だからなるべく編集をしたくない、編集をせずともなんかぽく見えるやり方ってないのかということを結構日々突き詰めている人間なんですなので、その編集をするっていうハードルをですね、やっぱこう下げていきたいなと、うん、そんな気持ちでいるんですよね。うん、で、もしね、皆さんもその編集がもししなくてもいいよとか、あとはなんかそういうやってもちょいぐらいで終わるんだったらまあいいよなって思う人もいらっしゃると思うんですよね。うん、で、じゃあそのもしそれが可能になったとしてですよ、うん、で動画の可能性ってね、じゃあどういうことがあるかっていうふうなお話なんですが、本題ですね。うん、例えば YouTube、うん、まあ皆さんも YouTube ね、普段から見ていらっしゃると思うんですけど、 YouTube ね、見るだけじゃなくて、まあ別に YouTuber には別になりたくない方の方が多いと思うんです。別にね、発信したいわけじゃなく、見るのはいいけどみたいな。ただなんかこう皆さん携帯でいろいろ撮って動画撮っているものをなんかこう消すのはね、ちょっともったいないなと、うん、なんかそういうことを思う人もいらっしゃると思うんです。私そうなんですけど、うん、なんかもったいなくないですか。で、 Google フォトとかいろんなアプリありますよね。で、そういう無料系のアプリ使ってとか、あとまあ一部課金してね、容量をねこう大きくして、保存できる写真の枚数とか動画の枚数を多くするみたいなことをやってらっしゃると思うんですけど、 YouTube を使うとですよ、 YouTube ってその容量の制限ね、なんもないんですよ今のところはいつかなるかもしれませんけど、今のところはないんです。だから、
いくらでもアップロードし放題なんですよ。過去にね、自分が撮った動画とか、写真はまあちょっとアップロードね、なかなかできないですけど、動画だったらね、いくらでもアップロードしていいんですよ。で、別にそれ、見せたくて撮ってるわけじゃない動画じゃだと思うんですよね。うん。で、YouTube の設定って、見せたくない動画は見せないっていう設定もできるんです。うん、非公開とか、あとはまあ見せたい動画、この人だけに見せたいみたいなんですよ。限定公開っていうようなこともできたりもしてですね。便利なんですよ、実は。うん、だから私は自分が携帯で撮った動画とか、あとはその、まあ、場合によっては会議というかですね、なんかその打ち合わせのね、ズームでレコーディングしてとかっていうのもあったりするんですけど、それレコーディングも YouTube にアップロードして、まあ、保存しておくべきものはですね、保存しておいて、あと見返すとか、いうことで使ったりもしてます。なので、動画っていうか、まあ、これは YouTube の使い方かな。まあ、平たくちょっと YouTube の使い方になっちゃうかもしれないですけど、まあ、でも動画のその、可能性では一つありますよね。YouTube の可能性ね、うん。まあそういう使い方もできちゃう YouTube、うん、とか、あとまあ動画の話に戻すと、何ですかね。まあ飲食店もね、例えばやってらっしゃる方とか、お店を経営していらっしゃる方とか、まあお店じゃなくてもいいのかな。うん、なんかこう一般消費者と呼ばれるような皆様と接する商売をしていらっしゃる方、だからこういう方にはね結構いいかなと思うんですけど、よく昔だとね、ちょっといい美容室行ったりとかすると、初めて行くとなんかありがとうございましたみたいな、ね、手書きでなんかお手紙くださったりとか、そういうのって結構あったと思うんですよ。今でもあると思うんですけどね、うん、あれにちょっと近いんですけど、そういうのを動画でやっちゃうっていうのもね、一つの手だと思いますよ。うん。例えばお客様がね、お店に来てくださって、買い物してくれた、ね、なんかこう、飲食してくれたとか、で、ありがとうの気持ちを伝えたい。ね、それを、例えば今日接した、そういったスタッフさんと、なんかお店のオーナーと一緒に、まあ、なんか、ありがとうございましたみたいなのがね、まあ、メアドとか取れてたらね、そのメールアドレスにちょっと動画をお送りするとか、まあ、はがき代わりにね、ちょっと、まあ、はがきも心温まっていいと思うんですけど、まあ、動画もね、そういった意味だと、やっぱこう、温度感が伝わりますから、まあ、結構いいんじゃないかな、というふうに思いますよ。うん。まあ、そういった使い方もね、動画ってやっぱできますし、うん。あとはなんかそういう面で言うと、これはまあどんな業種とか、どんな場面でも使えるかなと思いますけど、まあすでにね、皆さんやってらっしゃる方もいると思いますけど、会社とかだとね、朝礼とか、まあ朝礼をね、動画に撮って、見てもらう。例えばこう社長のメッセージとかね、経営トップからのメッセージみたいなのを、全体的な朝礼でね、リアルでできればいいですけど、なかなかこうフレックスタイムを使ってたりとかすると、その時間帯に全員が揃って朝礼やるってね、難しかったりすることも多いですしね。リモートワーク勤務の方、ね、絶対に会うことがないとか、フルリモートの方とかはそうなっちゃいますよね、うん、だからそういう場合はなんかこう動画を使ったなんかこうね、メッセージを出して、行くみたいなね、そういうビジネスのこう会社の中でも使っていったり、うん、あとは OJT 教育系ですかね、うん、教育系でも使えると思いますよ。教育系はね、マニュアル化みたいなことでもね、使えるんじゃないかなと思いますね。特にこう教育、まあ私もユニクロで店長をね、長いことやらせていただいてたので、まあ、そういったその教育する場面っていうところはかなり、接する機会が多かったわけなんですが、うん、教育でやっぱりポイントになるのはね、やっぱこう達成基準とかね、目的、なんでその業務をやるのか、どうやってやるのかっていう目的とプロセスね、そういったところがやっぱり大事なポイントになるわけですよ。うん、で
特にね、この目的のところはあんまりぶれないんですよ、うん、これどうしてその仕事をやるのかっていうのは人によって違うってことはまずないわけなんで、あのお掃除だったらきれいにするためだよねとか、目的はあんまぶれないんですけど、ぶれやすいのは達成水準なんですよ。達成水準、うん、だから人に教える人によって基準のばらつきが出ちゃうんですよね。これぐらいのレベルでやれば OK とか、いやっていう人もいれば、いやいやそうじゃなくてここまでいかないとこの業務ダメなんだよとか、その教える人の水準のばらつきをねなくするのって、まずそもそも気づくのに結構苦労したりするんですよ。実はあの人が人で口伝えにやったりとか、人が人でやっぱり教えるっていうことが多いので、ずっと最初から最後までそれをこう付き添っているわけにもいかなかったりするじゃないですか、うん、そういう時に、ね、やっぱ動画っていいんですよ。達成水準がね揃うんで、うん、そういう使い方もねいいですよ、うん、私店長の時ね結構実はやってたんですよね。今のそういう朝礼もそうですし、あの教育動画とか、あとやってたのは新しいアルバイトさん、これユニクロの時ですけどね、新しいアルバイトさんが入社をしてくださりました。で、不安な気持ちでいっぱいじゃないですか、新しい職場だし。でなおかつ初めてのアルバイト、ね、今までアルバイトしたことがなくて初めてのアルバイトをする方もいらっしゃるわけですよ、うん、でそういう時教育のね一番最初、ね、まあ、緊張しながらもお店に来てくれも、中にはもう震えながらね多分来てる人もいるわけです。前の晩寝れなかったとか、ね、どんな人がいるんだろうとかね、そういう気持ちで来ている人のこう少しでもね気持ちを軽減したい、うん、でなるべくだったらこう私自身が一番最初の時は研修みたいなね、 1日目の研修、2日目の研修っていうのがあるんですけど、その2日間の研修は、まあ、店長である私がやるようにしてたんです。でも時々予定が私と合わなかったり、あとは私自身が出張でいなかったりとか、そういうケースもねやっぱたまに出ちゃうんですよ。そういう時使ってたのがあのウェルカムメッセージみたいなね、よくぞあのこのお店に入ってくれてありがとうみたいなね、そういうウェルカムメッセージみたいなのをあらかじめ取っておいてですね、うん、でそれを、まあ、私の代わりに研修を進めてくださるスタッフさんにちょっとこれを冒頭見せてほしいと、見せてやってもらえませんかというのをお願いするわけです、うん、でどうして〇〇さんをねお店に迎え入れようと思ったのか、まあ、面接するのも大体店長ね私だったりするわけですから、どうしてこのお店に迎え入れようと思ったかっていう理由とか、あとはどういうことに期待してるっていう期待役割、うん、あの丸々さんのこういうところが素敵だなと思ったから、だから、採用させていただいてこれから一緒に働いていきたいと思ってるんだよという、そういうですね私の相手に対する期待役割、思いをですね、動画にしたためて、そんな長くないですよ、あのね30分ぐらい見せると結構もう眠たくなっちゃいますからねまあ長くても5分ぐらいかな、大体3分ぐらいで喋ってたような感じですけど、それこそ iPhone かなんかで撮ってですね、見せるともらうみたいなこともやってたわけです。だからね、そういうふうにいろいろ動画ってね、結構可能性、やっぱある、使える可能性ってあるなって思ってます。うん。で、きっと何ですかね、こう動画をこう実はこう使いたいんだけど、なんか使えてないなとか、なんか普段ね、自分で使う、撮る分には全然いいんだけど、なんかいざそういう場面になると、なんかあんま使ってないなっていうこと、ケース、私多いと思っていて、でその多分ハードルになってるのが多分おそらく編集なんですよ。編集なんかね、動画撮ったら編集しなきゃいけないっていうのはセットできてるから、その編集をするのがちょっと鬱陶しい、めんどくさいから、なんかちょっと嫌だなとか、なんか動画撮ったんだけど編集うまくできないから世に出すのやめようとかねそういうケースってやっぱ多いと思うんですけどね。
でもね、ちょっと皆さんね、よく考えていただきたいんですけど、世の中のね、あの動画で、例えば朝の情報番組とか見ててもね、なんか可愛い動物のね、お茶目な動画、視聴者の皆さんから募集したりとかして、目にすることあると思うんですけど、あれ、編集してますかって話なんですよ。ね、なんかテロップ入ったりとか、そのなんかエフェクトかけてね、なんか音楽が入ったりとか、まあ、テレビ局はしてますよ。でも、その元々の素材って、全く編集してないこと多いと思うんですよね。でも見れるじゃないですか。だから、なんかね、多分思い込みで YouTube とかね、めちゃめちゃゴリゴリ編集してるから、なんか思い込みでね、なんかやんなきゃいけないっていうね、ふうに思ってるだけなんじゃないかなって、私は思います。だから、どんどん動画ね、使ってほしいなって、そんな思いでいますっていう話です。はい。まあ、どんな終わり方だって感じなんですけどね。はい、ということでですね、まあ、ちょっとエンディングのお時間になりました。はい、今日はね、動画の可能性についてちょっとこう触りをお話ししてまいりましたけどね、いかがでしたでしょうか、ね。まあ、あのもしよかったらですね、YouTube でご覧の皆さんはですね、この QR コードを読み込んでいただきましたらですね、まあ、そういったお話もしているノートとか Facebook とかあとホームページね、ありますんでですね、よかったら覗いてみていただければなと、ノートフォローいただければなと思っております。はい、まあ、そういうことでね、あっという間のお時間でございましたけど、また来週同じ時間にね、お会いしていきたいと思います。5時半からまた来週お会いいたしましょう。お相手は松山秀和でした。それではさようなら、ありがとうございます。